ブルース・マック・アンドレス2世は、元アメリカ海軍の飛行士、元 NASA の宇宙飛行士、二度のスペースシャトルのミッションを経験し、そのうち1984年のミッションでは、運を使用して、人類初の命図のなしの宇宙遊泳に成功した。マサチューセッツ州ボストン出身。父は、アメリカ海軍の英雄とされるブルース・マック・アンドレス1世で、ウィリス・ダブー・ブラッドリーの孫にあたる。 カリフォルニア州、ロングビーチのウッドロー・ウィルソン高等学校を卒業後、メリーランド州アナポリスの海軍兵学校に進んだ。海軍兵学校時の同期には、ジョン・マケインや、ジョン・ポインデクスターがいる。マッカンドレスは、海軍兵学校を1958年組899名の、自席で卒業した。続いて、フロリダ州ペンサコーラ基地及び、テキサス州。 キングズビル基地のナトラコムで飛行訓練を受けた。1960年3月には海軍の飛行士となり、フロリダ州キーウェストの海軍航空基地で、海マイナスカ s レイの訓練を受けた。1960年12月から1964年2月にかけて第102戦闘機中隊に配属され、海マイナス六と海マイナス 4B ファントムーに登場した。その間、 空母フォレスタル、空母エンタープライズに上官し、エンタープライズでは、キューバ危機を経験した。1964年前半の3ヶ月間、彼は、バージニア州、オセアナの海軍航空基地で第43、攻撃機中隊の軽機飛行インストラクターとして、キング氏、また、スタンフォード大学の海軍予備役昇降訓練課程に、電気工学の卒業研究を報告した。 海軍在籍中に彼は t 三十三 b シューティングスター、T-38A 三タロン、海四 b ファントムツ2、海 -6A スカイレー、海十一タイガー、海九クーガー、T-1C スター、t 三十四 b メンター、ベル四十七 g ヘリコプターの操縦に熟達した。彼は Z 機での五千時間を含む五千二百時間を超える。 飛行時間を記録した。1966年4月、マッカンドレスは NASA が選抜した19人の宇宙飛行士のうちの一人となった。彼はアポロ11号のミッションにおいて通信担当官の一人として働き、ニール・アームストロングが月面に初めて足跡をつけたまさにその瞬間を担当していた。また、アポロ14号の支援上位には、 スカイラブ2号の予備乗員に選ばれていた。彼はスカイラブプログラム中で使用された M-509 宇宙操縦装置実験場の共同調査者であり、またシャトル船外活動中に使用される有人起動ユニットの開発を共同研究した。マッカンドレスは2度のスペースシャトルミッションでミッションスペシャリストとして飛行し、無での四時間を含む百十二時間以上の 宇宙滞在時間を記録した。STS-41BSTS-41B の中で命綱な,なしの宇宙遊泳をする。マッカンドレス1984年2月3日、チャレンジャーはフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。フライト中、2機の通信衛星を放出し、ランデブー用のセンサーとプログラムを初めて実験使用した。 このミッションは、ムと MFR の最初の実験を記録した。マッカンドレスは2つのムのそれぞれを用いて、命綱なしの宇宙遊泳を行い、命綱なしの宇宙遊泳をした初めての人物となった。STS-31,990 年4月24日、フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられたディスカバリーは5日間の飛行中、ハップル宇宙望遠鏡を、 地上約6 0 0トルの高さに展開した。ディスカバリーは同年4月29日にカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地に着陸した。宇宙飛行士を引退した後のマッカンドレスは長らくコロラド州に住み予生を送っていたが2017年12月21日に死去したことが NASA よりアナウンスされた。80歳没。マッカンドレスは 1958年にアメリカ海軍兵学校で理学士の学位を、1965年にはスタンフォード大学から電気工学の理学修士号をそれぞれ取得した。1987年にはヒューストン大学クリアレイク校で経営学修士の学位を取得している。2009年2月2010年9月30日、マッカンドレスはイギリスの女性歌手ダイドが2008年のアルバム、 セーフトリップホーム2984年の命綱な,な集中遊泳の写真を不正に使用したとして彼女を提訴した。同時にソニーミュージックエンタテインメント及びゲティ、イメージーズを被告としたこの訴訟では著作権侵害ではなく彼の人格権を侵害したと主張していた。この訴訟は2011年1月14日に和解した。皮肉にも スミソニアン氏2005年8月号の記事は、この写真に関する主題の匿名性こそが最良の特徴であるというマッカンドレスの発言を引用していた。私はサンバイザーを下げています。したがって私の顔を見ることができず、そこにいるのが誰でもないということを意味しています。つまりこれはブルースマッカンドレスとしての表現ではなく、人類としての表現の一つです。 ありがとうございます。